いいか、この話はマジでとっておきやねん。はい。一番可愛がってたお前やからこの話をしてるねん。はい。この USB 教材を購入すればマジで儲かるから。え？今月収なんぼよ。ここだけの話、絶対誰にも言いふらさんから。手取り、13くらいですかね。少な、労働基準法守ってるとの会社。頑張ってます？大丈夫、転職した方がいいんちゃう？頑張ってます。まあまあ、俺も去年までそんな変わらんくて。でも、この教材を買って実践してみたら何もいったと思う。え？ 30？ いや、もっともっと。35。刻みすぎやって、もっと、もっとあるから。もっとポーンって来いよ。え、じゃあ。うん。1000? 行き過ぎやろお前、Jリーガーか。え、なんぼなんですか？ 100 よ。 100? ま、マジですか？おう、マジよ、人生ひっくり返ったわ。10分の1か。大物 Jリーガーと比較すんなって。お前、死ため何日分やろ。生活水準が限界値迎えてない。先輩すごいですよ。やろ、お前もさ、周りの奴らと頭一つ抜けたやろ。なら俺の言うこと信じろ、絶対大丈夫やから。そんな簡単なんすか？簡単よ、これをパソコンに挿して中の教材を読んで実践したらすぐよ。俺パソコン持ってないんですけど。あー、なるほどな。まあでも、なくてもいけると思うけどな、俺は。え？ USB ってパソコンなくても使えるんや。まあまあ、最近のはな。じゃあ購入しようかな。よしきた、これでお前も送り火でマシぐらいで。やったほんまにええんか？え？だってあれ？その話、本当に信憑性はあるんか？信憑性？その愛の決断がお前の今後の人生を大きく左右するかもしれんねんぞ。その決断は合理的か？合理的？お前邪魔すんなよ。必死やな。お前もリンサバカな負債が残るもんな。え？いや、それは。ふざいて先輩、何の話ですか？いや。ふざいてどういう意味ですか？ちょっと、言葉の意味が。青で助かった。こいつマルチ商法の会員やぞ。え、マルチ商法？いや、おい、で、適当言うのやめろ。マルチ商法って、つぼったりするあの？そう、それ。この商材 USB を売りつけて、自分が買い取ってしまった在庫を売りさばかなあかんのやろ？そう、それは。でもこれつぼじゃないですよ。つぼイコールマルチ商法ってわけじゃない。マルチ商法ってつぼられるんじゃないんや。その商品を買わせることで利益があるように見せて、入会費とか次から次に商品を売りつけられて、どんどん損していく。お前も会員になるとノルマを課せられたり、新しい会員探したりとか、買った在庫を売りさばかなんかん。友人とか家族にひたすら紹介して、でも正常なやつはそんな話聞く意味もたんくて、どんどん孤立していく。それがマルチ商法、正の循環ではなく負の循環で関わった人間すべてを不幸にしていく。よかったー、まだ買ってなくて。でも俺友達おらんから循環せんかったな。そこじゃないやろ。そうなんやねん、さっきからお前誰やねん。通りすがらのものですけど。通りすがってないやん、ずっと俺らの後ろで話聞いとったやん。残念やったな、ようやく捕まえた思ったのにな。え、このわけわからん教材 USB 何個買ったん、教えて。何個よ、これ買って売ったら儲かるってお前口ぐらい寄せられたんよな。どれくらい売りさばかなあかんのよ。10。え？ 40。 お前すごいな、それでいくらもん買ったん。いくらよ。120。え？ -120。 笑うな、人の服を見て笑うやつは最低やぞ。どの口が言ってんすか。ご愁傷様、マジでくそ、もう帰る。まあ気持ちはわからんでもないな。え？お前も今は加害者やけど、被害者の時もあったもんな。どんな気分やったん？どんどん人間関係も壊れてな。宿に借金とわけわからん USB の山だけが残るもんな。そら、そんなわけわからん USB、意地でも売るしかないよな。わけわからん USB って連呼するな。契約してもだから知らなかったんや。契約してから扱いないならクーリングオンで返品できるんやで。それくらいちょっと調べれば出てくるのに、もちろんお前が悪いんやろ。でも冷静に考えたらわかるよな。そんな簡単に儲かるんやったら億万長者だらけで、経済とんでもないことになってるよな。ぶっちゃけ、騙される方も騙される方やな。社会人としての未熟さが招いた結果よな。社会は思ったよりも嘘だらけやからな。どれが嘘でどれが真実か見極める力がないと我慢されるだけよな。変に意識だけ高い系のお前とか覚悟の餌食よな。つまないよな。もう帰ります。たとえ親しい間柄でも愛に信じるなよ。人は疑って接しろ、信用するな、期待するな。他人に利用されるんじゃなくて他人を利用する人生を歩め。それが人生の正しい歩み方や。はい。このアドバイス正しいんですか？正しい。正しいのか、そっか。なんで助けてくれたんですか？だの気まぐれやん、気にすんな。ありがとうございます。